伊勢神宮では1873年に神楽の奉納が始まり、昨日150周年を迎えました。内宮の三周殿奉納舞台で記念舞楽が公開され、矛を持って太鼓の拍子に合わせて舞う演舞や、十二人姿の舞姫が優雅に舞うよろずよ舞など4曲が披露されました。記念舞楽の一般公開は10年ぶりで、舞台周辺は伝統の舞を一目見ようと大勢の見物客で埋め尽くされていました。